9月30日、後楽園ホールに出場します宇野薫選手です。試合が近づいてまいりました。だいぶ緊張感も高まってきたんじゃないですか。そうですね。ちょっと映像を見させてもらったんだけど、はい、気持ち高ぶってきちゃいました。ちょっと、はい、緊張してきました。準備の方は順調ですか。そうですね、順調に、はい。あまり語られることはなかったのでちょっとここで聞きたいんですけども、石渡慎太郎選手、今回の対戦相手なんですけども、はい、どういった印象をお持ちですか。やはりパンチが強い選手、まあ大変ですよね。でそれでいて今その、まあ、パンクラスに上がって、まあ、チャンピオンになられなってからというか、そのスタイルがすごく、打撃もいきますけど寝技というかタックルもいくという、なんかもう本当に MMA のやっぱその北部 MMA を意識したすごくスタイルの選手だなっていうのをすごく感じています。以前はすごく打撃の選手というイメージありましたけども、最近の試合見て全然変わりましたよね。変わりましたね、はい。なんですごくオールラウンダー対決になるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、どうでしょうね、まあ、やってみないと分からないところは確かにあると思うんですけど、まあやっぱ打撃だけじゃなくてやっぱそういったタックルとかの部分も警戒しなきゃいけないっていうのはすごく今感じてますね、はい。今回この宇野選手がこの試合に向けるテーマっていうのはありますか。テーマですか。テーマというか、まあ、その北米 MMA を意識したそのスタイルの石渡選手、まあ、に自分がどれだけこれまで 1年間試合いなかったんですけど、やってきたことがどれだけ試されるかというか、出せるかというか、そういう部分をなんかこう意識していますけどね、はい。テーマというか、やっぱ試すことは自分の中でもやっぱり挑戦していく腹積もりというか気持ちですか。はい、もちろんです、うん。今度この試合でお客さんに自分が伝えたいものというのはありますか。ここ見てほしいと。伝えたいものですか。伝えたいものは、もう試合そのものですね。試合そのものです、はい。やっぱ試合を見ていただいて何かしらこう伝わればいいかなっていう思ってます。紙面の、まあ、インタビューでもありましたけども、この試合の向こうにやっぱり自分で、この先を見せる中でやっぱり海外っていうのがあるっておっしゃってましたけども、はい、うん、もちろんその気持ちは変わりない。そうですね、それは変わりはなくて、やっぱり、まあ、常にやっぱりその挑戦するっていう部分での気持ちで、うん、はい、それはあります、はい。まあ、すごくいいチャンスになりましたね今回ね。そうですね、はい。ですから何が何でもという気持ちがやっぱりあります。わかりました。それではですね、最後に、会場にいらっしゃる皆さん、またサマネ TV でご覧になる皆さんに最後一言お願いします。はい、9月30日シュート後楽園ホール大会で、約1年ぶりに試合をしますけど、いい試合、そして、まあ、気持ちの伝わる試合をしたいと思いますので、ぜひ会場にも応援に来てください。でまたテレビでもぜひご覧になってください。硬いですね。宇野薫選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。